えっと、それではガイダンスを始めたいと思います。今日やるタイトルはこれですね。えー、っと、三一足、三一足演習で担当知識増強、佐藤拓也の担当総仕上げゼミってね、7月20日からやるんですけど、まあ、これについてのガイダンスであります。で、今日いろんな方が来ていらっしゃいますよね。で、初心の方もいらっしゃるし、でそうではない方ね、ないしは、えー、担当式試験を受けたんだけど、だめだった。あるいは、三成の方もいらっしゃるかと思うんですよ。で、これ何をやるかっていうところだよね、まあ、通常のゼミとは違っているんですよ。 であの5年ぐらいやってるんですね5年もっとかなやっておりまして実際と結果が出てるんだよねあの狙ってるのはだいたい50点ぐらい狙っています担当なしとしあの,あの回答としてはねこれ50点ぐらい取れると結構論文にまあいきやすいっていうか50点取るとだいたい8割ぐらい受かる可能性が高いんだよねこれがだんだん点数が下がるとそうはならないって話になるわけねでもこの試験って一番難しいのは実は担当式試験なんだよねこれはご存知でしょ えと去年は何パーセントでしたっけ担当って20%ですよねントねでもその前の年はっていうと,、えー、と9%だよねトだから労務の数に合わせて労務の採点できる数に合わせて調整してるっていう感覚極めて強いわけでしょそうなってしまうと今年は何ですかね多分十数パーセントってことになるのかなって思います去年みたいに簡単ではないでも基準点は多分変わらないんですよ問題が難しいんだよね ないしは難しくはないんだけど見たことがない形式が出てくるんでしょうねだから解けないってことになるかと思うんだよねそこはね。でじゃ私は担当は得意だったんですかとよくね得意だって言われるみたいんだけど得意ではないんですねだったの得意ではなかったのねローマの方が得意だったんですよ。で3回ぐらいずっとね落ち,落ち続けたのねで1年目はまあ遊びっていう感じなんで仕方がないかなっていう感があるんですで2年目はね担当10年分を10回回しましたね。 1>, 1回回したらパッと見た瞬間だいたい解けるわけですよこのぐらい,いかなってわかるわけねだけど受けたんだけどね22 2,3点50点満点で当時50点満点で40点がボーダーだったのねでも22 2,3点では話にならないじゃないですか全然でねまずいかなって思ったわけで3年目に行くでしょで3年目に行った時にもう一回ねやり直しをしたわけですよじゃ担当をもうちょっと解いた方がいいとで 予備校の各予備校のもので全部集めたんですね。そして体系別と年度別全部やりました。でね、三十回やったね、年間に。やって瞬時に解けるようになったんですよ。ぱっぱって。なったんだけど、五十点満点で二十六失点かな。こんなに出てるのかかわらず、なんで担当受からないのかなと思ったわけですよ。担当って弁士難しいなと思ったのね。他の試験では、他の試験はこんなに難しくはなかったよねっていうのは本当のところなんですよ。 難しいなって思ったのねで一番の要因はあの本がないんですまず本がない「アんンいるではないですか」って言ってるんだけどあれは行間読むために相当ねじゃあ吉純先生とか高田先生網野先生ってあったんではないですかと当時ありましたよあるんだけど特に吉井先生の本っていうのは問題点と結論が書いたんだねで理由が全く書いていないんですよそうなっちゃうとよく分かんないのね 問題点こうなっている。結論こうなっている。条文こうなっているからさって書いてある。本だったもね。えってこれって法律の本ではないではないですか？と思ったわけですよ。衣装も全くよくわかんないのね。高田先生の衣装っていうのはたくさん図が載ってるわけですよ。そが載っていて分かりやすい。1日が2日で読めるんだよね。だけど、なていうかな？説がもうぐちゃぐちゃという感じがするわけね。よく分かりにくい。 じゃあ斉藤先生の本はというと一生前は感じるのね感じるんだけどだけどってやつね文体がすごく難しいんですよ、うん、すよごく難しくって分かりにくかったのね、うん、じゃあ網野先生の本はといったら二重否定三重否定になっていて分かりにくいんだよねすごくねだからいい本がないっていうのが本当のところねでも他の試験ね民法とか憲法とかやる試験ってあるじゃないですかあれはちゃんと学説があって整理されてるわけですよもう何年もずっとね 学者が研究してきたんだよねだからちゃんとした本があって分かりやすかったの。で理由も他の,本から他の本で分かんなくても他の本から比較して分かるんだってあったんですよ。でも分かんなかったのね。弁士はいいい本がなな今もない状態でしょ、まあ。強いて言えばチャイン先生のシリーズがあるけどもあれは受験本だよね体験本ではないと。じゃ中山先生の本はというと難しすぎるんだよね受験生にはちょっと難しすぎるんだってなるし商標の田村先生の本もしっかり。 難しすすぎるわけですよ受験生には難しすぎるんだって当然なってしまってあまり受験には役に立たないんだよね。うん、まあそういうつもりで書いたつもりではないわけで当然なんですけどね難しかったわけです。今も昔もね難しいと。じゃあ担当って私はどうやって解いたのかなってことですよ。で4年,4年目になってやり方を変えたんだよね。いろんなことを言ったと思うんだけど変えました。そして所属を変えたんだよね。今までいろんな予備校に行ってました。行っていたんだけどうまくいかなかったんだよね。 でそういうところでタウントの講座も受けました受けたんだけどしっくりいかなかったわけですよそしてある時だよねたまたま受験進歩を見ていたら同行の資料を求めるって書いてあったのそれが今私が所属している事務所の所長をやっているジ,あのジェミだったんですよまあそれがね画期的でしてねずっと当てるわけですよ当てていく当てていってさあこういう問題点があるんだけどなんでこの問題点出たのか言ってみてくれませんかっていうところに入るわけね でも他の試験司法試験ではやったことがあるわけね。でこれ何で丸になるんですかって言ってみてくれませんかまた言うわけですよ。これこれこうだからです。で他の見解から言うならばどうなりますかこれ少し変えたらどうなりますかってまた聞いてくるわけね。横断するわけですよ。あっ,っちこっち行って。でできる人ってたくさんいたのね。そのゼミね。でそれによっていろんなことを言うわけですよ。まあ、言うわけでしょいうことによってだん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 と分かってきたと。 3回で,できるようになってきたとでそれから急に点数が上がったんですよね上がりましたねそして問題もそれぐらいやってますからまあ一周も一周っていうかもう30回40回も回してるわけね回してるんだけど撤回やった記憶は全くないわけですよ撤回、うん、まず担当が弱い方ってまずは回すことねまず回すこと幅は分かりますからね大体いいこういうところは出てくるんだでもそれでもからないっていう人が結構いるわけね三十八38点とか 37点で終わっってししまうという方がいらっしゃるなんでこんなにやったのにそうならないのかなっていうところねそれは多分撤回やっていないわけですよ撤回一足一足問題に素材絶対ありますよねなんで試験員はこういうことを聞いてきたのか多分あるわけですよ論文だってもちろんあるでしょ大ってありますよねそれを取ってそして丸からバスに行くためになんでこうなったのかってことを論文じゃなくて趣旨から考えるようになったのね でそうなると強いわけですよ何やっても解けるわけ100問解いて101102103って解けるようになってくるわけですよだん,だん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 とねそしてもうくるくるって回してますんで特許と実用新案衣装と実用新案商標と特許相関関係が分かってきてあ簡単なんだよなと思いましたあと条約との関係もここで法との関係で制御できるようになったのねでさらに当時は 選択科目で3科目目ででやっておりましたので私は憲法行政法係争ってやってましたんでそれとの関係でこうなるんだってことな何となく分かってき,てってきたるね一般法との関係も分かったでそして条約との関係も分かったと横の体系も分かったと工営証券全体の中身も分かったとそうなると何やっても大体分かるようになってきたわけですよ、うん、そこからは強くなったってイメージなのねでも撤回するためには4年目の確か私がやったのは6月から始めて 12月までかかっっったたわけですよで一周しししのねゆっくりやって撤回まもそれ撤回する前提としてはなぜこういう問題が出てなんでこういう結論になってっていうのが知識の中では解けないんだよね。自分でできるんだったら全く問題がないだけど問題集っていうのは全部何条何項にこう書いてあるから丸「丸そうじゃないから「×」規定がないから「×」って書いてあるだけなんだよね。でもそれって教科書では全くないでしょ。 うん、でも教科書が全くない状態だよ、ねうん、じゃあなんでできたんですかと言ったら私は全力やあったってことねもともと法学部で他の試験やっていた経験があったんでできたんです、うん、だけどそういう前提がないってことであると多分問題集をずっとやり続けて同じことを繰り返すわけですよ30回やっても50点満点中2728その点しか取れないっていうことになっちゃうよねでも 4年目からそういうふうじゃなくなって、ゼミ入ってやるようになって、48ぐらい取ったのね。4年目って。で、論文受かるかなと思っていたの。そしたら、問題文ちょっと間違えましたね、読み違えちゃったんですよ。で、条約のところで間違えまして、落しちゃったんだけどね。で、翌年度は何もしなかったけど、46ぐらい取ったと思うんですよ。で、最終合格しっていうことになったんだけどね。まあ、それを体現してもらいたいんだって思ってるわけです。で、ちょっとこれ、レジュメ見てもらいたいんだけど、 どういうことでやっていくのかってことね。まず、担当式試験。単に答えを丸抜で解いていませんかこれが一番まずいわけですよ。で、抽象的なんだよね。なんとなく問題見たことがあった。この問題とこの問題似てるから、丸かもしれませんっていうのが、大体私がやっていた3年までの勉強だったかなって思うんですよ。まあ、勉強ではないかもしれないね。暗記かもしれない。それって。で、これは、やっぱり自覚のが、自覚力でやる限界なんですね。担当で 自学でできるっていうんだけど一番担当式試験が難しいですよ。ある一定の程度になるまでは難しいのね。自学でやるのが一番難しいの。うん、で、自学の限界って書いてありまして予備校でやる限界ってあるわけ。短期祖でちゃんと教えています。ないしは担当実践力っていうところで教えてるかもしれません。ただそれだって受け身でしょ。ずっとしゃべってるもの聞いてるだけだよね。その時は分かった気になるかもしれない。でも、応用問題について本当に分かるんですかっていうと。 極めて難しいんだよね受け身だから特に今の受験生って受け身の方が多いねちそうやって当てると「うん?」ってなっちゃう人がいるのね昔は違うんだよ取りに行くんだよねなんか取りに行く自分で取りに行くって感じがあるのねで他にどかしてでも受かるっていうイメージがあったんだけど今それはないよねそれがいいか悪いかはちょっと別としてまあ今受け身の方が結構多いってことなんで、ね、でもそうなっちゃうと多分ね具体的なイメージがないままに受かっちゃうのかなって思うんですよ うんまあ、これが将来にねこれ影響してくるのかなっていう感じもするんだよね、うん、で予備校の限界はやっぱしこういう大教室でやっておりますのであくまでもまあ受け身ってことが一般的だよねだそれだとなかなか点数が上がらないわけですよ私みたいに30回やっても256点しか取れませんとなっちゃうんだよね、うん、で予備校でやってるのはあくまでもインプットの講座でありまして、まあ、受け身だよね単独出力完成講座 担当アドバンスないしは担当実践力ってあったり解放習得ってあったりで武家でしょ自分で答えて考えて応答しってことは全くないと思うんだよねこれ論文もしかりなんだよね本当はそうじゃなくてと受け身の授業等から自分であ自分で押し出していくっていう授業があってしかれるべきなんですよじゃないと一点突破できないんだよねじゃあどうすればいいんですかっていうのが2番に書いてあります過去文に対して撤回でき撤回 瞬間的に回答できるかと。で、瞬発力は絶対これ必要なんだよね。やっぱしね、担当時間かかっちゃうとか、論文のね、論文,文の問題読みに時間かかっちゃうと、なかなかいい点数はつかないです。やっぱ本番でせるではないですか。それでも瞬発的にパッと解けないとダメなんだよね。で、瞬発的にパッと解けるためには、どうすればいいかと言ったら、自分でやっていてもなかなかダメなんだよね。当ててもらうんですよ。当ててもらって、ちょっと変えてもらうのね。うん。 でこの問題こうだけど、こういうふうに変えたら、一体どうなるのかな。理由はって聞くと、変なこと言うよね。で、また他の人が言うよね。言うことによって、だん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 と分かってくるわけ。この彫りっていうのは、まってくるわけね。うん、だから、全く分かんなくても聞いてもいい意味があるわけ。他者が言ってる人、相当でいる方もいらっしゃいます。うん、で、今回も、それやろうと思っていて、できない方については、あまり当てません。当てないんだけど、聞いてもらいたいのね。 答えはどうですかは聞くかもしれないけど丸か×かっていう点ねあとは細かいところは上級者に聞くと思うんですよでその方の言ってることをちゃんと聞いてもらいたいわけねでその方も間違ってるかもしれないでこの場合については修正しますからこの点が違う違くないってちゃんと言いますからねでそうすることによってだん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 とだからよくね「条文の素読が重要です」言うんだけどね素読言うんだけど そのこうやっていていいいも場面想定できななと全く意味がないわけねじゃあ何条何項のこの場面って何でこういう場面になってんのか何でこういう規定になってんのかできるしなければいけない何で違うのか所詮人間作ったルールだから決まりがあるんですよその決まりっていうのをちゃんと理解すれば解けるんだよねそれは条約もしっかりであってやっぱ人間作ってる以上はちゃんとしたルールがありますでそれにのっとってやれば担当はそんなに怖いものではないんですよ ただし単に問題集を解いているだけではなかなか分かんないんだよね。やっぱ撤回しなければいけない。でも撤回は自分ではなかなか難しいわけです。でそこでやるんだよね。うん。でしたがって何を使ってやるんですかと。旧過去問、すごい昔の過去問ね。それプラス最新の過去問を使ってやります。やっていって、多少それでずっと応答していくわけね。応答して答えてもらいます。答えてもらっていて、じゃあどうなるんですかと。 だいたい一回で百問ぐらいあるかな、百種ぐらいあるかな。それも答えるんだよね。パッパッて。で、瞬発力をまずつける。で、自分に考える力をつける。で、自分のそのま何、あ、ていうの思想っていうのかな、趣旨。そこから解ける力をつける。そうすることができるようになると自覚ができるようになるわけ。自分でできます。これは担当だけじゃなくてローム必須なんだよね。うん、場面相ンでできる力がつける。ないしは趣旨。 これ指示も聞くからね。何条何個の指示はどうなってますかまず言ってみてくれませんか聞くからね。そして、新しいことは基本的にやりません。今までやったことの、キュッて復習です。で、受かる瞬間って、こうなってたものは、こうなのね。瞬間にキュッて決まるんです。この瞬間が、受かる瞬間。で、さまつになってるだけだとダメなんだよね。よくやるのが、講座をたくさん取る。取ることによって、 あっちこっちこっちってバラバラに知識いっちゃうと絶対これ受からないんだよねこれキューってなった瞬間に受かるんですよ減らすことによって受かるってことは結構あるわけね減らすだって受験って整るでしょだから減らすことによって受かるわけですよたくさん取ることによって逆に拡散しちゃうんでダメになっちゃうんだよね、うん、でもこの講座はじゃあんでやるんですかとだって口頭でね通るってことはどこの講座でもやっていないからですよだからやるんですよこのゼビって だから初めてかもしれないし意味があるんだってことになるわけね。であとは2番に書いてあるように人の意見を聞く意味ってこれ絶対あるのね。当担,当演習担当当練も論文討練もそうなんだけどそれって自己主張の場なんだよね。でも他者の意見って分かんないじはないですか。多分論文あゼミで、えー、論文のね通れ論文をやってる方においても論文見たりするよね。 だけど、それ、書いてあるものを見るだけだよね。書面心理に過ぎない、それって。口頭ではないでしょ。口頭で言うならば、よくに明確に分かりますよで。瞬時に分かるよね。やっぱし、口頭が一番いいのね。で、口でしゃべることは、絶対文章に書ける。文章に書ければ、丸パスは絶対切れるんだよね。で、逆も全くないのね。文章を書けても、口で言えないという人はたくさんいるわけ。でも文章で、文で口で言えるんだったら、文章は絶対書けます。 で文章にかける力があるんだったら丸バツは簡単に切れるんだよね。うん、でこの力をつけてもらいたいってことはまずあるわけね。うん、で通常ゼミはどうなってますかというとまあ仲間を作るとかあるいは何だろうな、うん、人間関係を作るって意味はいいかもしれません。だけどパッパッパって当てて恥をかくってことをやったことあるのかな。最近の受験生多分ないと思うんですよ。修身時はこれ一般的なんだよね。恥をかいて恥をかいて。 そのうちにだんだんと分かってくるんだと分かってきてのし上がっていこうって意味があったのねイメージがあったの是非そうやってもらいたいかなって思うんだよねあのやっぱし試験ってあの受かる人の方が少ないわけでしょ合格する人が少ないよね絶対数としてはね不合格が多いよね同じように勉強していたらなかなか受かんないわけですよじゃ違う勉強したかったら受からないってことになるよねでも王道を走るべきなの王道を走るべきなのね王道 行動を走るべきなのね、うん、条文から離れないないしは趣旨から離れないないしは趣旨から展開できる力をつけるそうすることによって100問から101問になる、ね、語呂とかっていうのは最後にやれば良いことねあれば私は否定はしない絶対でも最後にやるべきだのねああいうのってねまずは自分で考える力をつける絶対これ必要なんだよねこれが合格した後に生きてくるんだよねって話になってます当然ねあとと人の意見を聞くことによって 答えられなくても、わかりますから、あ、こういうこと言うんだよな。こういうことになってるんだよな。で、一回間違えたことは、絶対人間って覚えてるんですよ。で、間違えよう、間違えないようになると。なりますよね。うん、あと。どのくらいの、くらい、ぐらいのレベルだったら。いけるかなってことは、明確にわかりますよ。一番わかりにくいのが、どのレベルだったらいけるかって、わからないとじゃ、たくさんいるんだよね。でも。ね。書面だったら、見せないってことはあるじゃないですか。 でも口頭だったらその瞬間に分かりりまますすよねしゃべりますからあこのレベルではダメだよなダメだよないけるんだよなって明確になるわけでしょレベルを知るこというのは絶対必要なんだよねこの場合でいけば受かるんではないですか明確に分かりますよしゃべるとね、うん、そしてこの中でやることはっていうとまず担当的には自学的に力をつけますまず第一目標ねあと論文的にもこれ当てていくんで論点はなり論文だったらなりっていう説明します 論論文的ではなり論点ってたくさんあるよね特に意象と商標に関して言うならば論点ちゃんと論証ブロックをまとめていればできるんだよね担当さえ取ってかつ特実は担当的なんで担当が受かれば多分取れるはず問題は一応商標なんだけどあれって論証集があって趣旨集があれば何とかなるんだよね担当さえ良ければでそれを補うっていうのは直前期に私やろうと思ってるわけねそこのところはね 直前の論章講座とか内は改善法講座っっててやると思ってるわけですで、そこ聞いてもらいたいと思ってるわけだけどその前提としては担当知識がないと話にならないんだよね話にならないわけ、うん、あとですね答えることは公示試験にも行けるんだ、まあそうね公示ツアー一受けたくない試験の一つだったね今でもそう思いますよ練れなかった ね、担当式試験は次に嫌だけど担当式試験はよく寝れましたねロムはぐうぐう寝てましたんであまり緊張はしなかったでも工事試験は落ちてはいけない試験なんでやっぱしすごく緊張しましたね工事図っていう試験はねすごく緊張したと、うん、でその時にやっぱし答えることが訓練できていないと失敗しちゃうんだよね今から訓練しましょう、ね、でさらに言うならばとそう復習やりましょうっていうところでありまして関連まで、ね、たくさんやりましょうかつ あと改正に絡む事項の説明特に医療法ですよねうんでもあれだけではもちろん審査基準の改定ってないでしょいつ施行されるかちょっと分かりませんけどただ改定されたら全部変わってしまうっていう感じがしますよね特に救助関係友情関係はガラッと変わるなんでああいうふうになったかっていう背景がありますあれは説明したいと思ってるのね中で,でさらにもっと大きいのは 大改正が審査基準まではじゃなくって、意思の改正、これについても、なぜ今、ああいうふうになっているのかっていうところの裏、それをね、全部しゃべろうかなって思っているわけ。ある程度ね、しゃべっていこうかなと。そうすることによって、今年ね、もう変わってしまうんだから、最後に論文だということで、出るかもしんないではないですか。そこのかぶるようなところがね、多少。今のの試験制度の中で いいてくるるかもししれないよね十分想定されるでしょあと商標だったら審査基準今年出ましたよね参上履行っていうところね緩いのか厳しいのかっていうところ聞いたよね、うん、あれ判例でしょで審査基準もたくさんまだありますよねあれも判例の編成によって変わったと商標ね変わりましたとでそういうところについても説明します中でね説明していこうかなと思ってるわけだから担当だけじゃなくって老後にもしずるゼミなのねこれって。 担当だけではもちろんないと論文にもしているゼミなんだって思っていただくと一番いいただ間口が担当が一番入りやすいから担当でと言ってるだけなんだよね応答トスのないは担当が一番分かりやすいんで担当でと言ってるだけですそれ以外の方が受けてはいけないってわけではないでもたまたま論文討論とか担当討論んかぶってしまうって人もいるよねもちろんそっちもやってもらいたいただし家でもできますよね自分の場合ってそうですね あの担当討論論文討論はあのまあ論文はね家家じゃなくてあの会場で解いていましたけど担当討論は家でやっていたもんですね家でやっていたそうじゃないものについてこういう会場に来てやっていたんだよねで家でやることは家でやった方が良いと思うのねでも会場に来てじゃないとできませんって言われてくるものはやっぱこういうところで来てやるべきなんだよねそれはちゃんと精査してもらいたいと思っているわけ担当討論とか論文討論とか被ってるんで。 受けられませんっていうのは分かりますけどだそれは分けてもらいたいと思ってるわけね、うん、で一応ウェブやでまあんだろうな復習用のものとして取り,取りますんでそれも含めてよくご検討していただきたいと思っていますで全部で10回しかないんでね10回の中でいかにますかってことをやっていきますんでね、まあ、最後に復習だってことですでこれが終わると大体4月になっちゃうんでしょスケジュール的に4月になりますよね四月と3月の末になるよね 3月31日が一番末になりますんでこのあとはもうあとは本当の意味でこれは詰め込みってやんなきゃいけないのね暗記をするっていう時期ここまでしか総復習ってできないわけですよ自分で考えて何かするっていう時期はこれまでしかないあとは暗記となっていくのが一般的なんですよ今年は試験日早いよね5月18日って話になっていましたねで論文も早いでしょなんか発表も早いみたいですねすごくね前倒しになってる試験がね そういった意味でもあの検討できる期間ってこの3月の末ぐらいまでしかありませんのであとは暗記になっちゃうんだよね。でよく勉強わからないないしは初心者少なくても担当を受かりたいないしはもう一歩上の論文を受かりたいっていう方はぜひ来てもらいたいかなって思っております。お待ちしておりますんでえぜひね一緒にやっていきましょう。